ここから歩いてきたよ。さあ、いましたよ。いやー、悪そうですね、これ。悪そうなやつは、大体友達。すいません、もうちょっと下がってもらえ。ここで6メートル。じゃあ、ここからプレート打つんですか。うん、とりあえずじゃあプレート。じゃあプレート打ってもらいましょう。戸田さんのより読み上げですね。果たしてまた飲み会に来てくれるんでしょうか。おー、丁寧バージョンの時だね、これ。そして今非常にやばいことに気づきましたよ、これ。今日は散々くだらない動画を撮ったために電池がなくなりそうです。いやー、いいですね。もう手しか動かないからね。クリーンですね。どうですか、調子は。まあ、クリーンしてるんでいいですけど、納得いってないですか。まあ、ギリギリいってます。さあ、中断。これ丁寧バージョンの時ですね、これ。これは大阪。大阪。大阪です。丁寧バージョン。丁寧バージョン。うちは下段を小まとにしてるのでちょっと難しい。気づかなかったですね、それは。外さなそうだね、もう。プレート、スタンバイ、レディー。もう一回上げたままで合わせるの、もう。上げて下ろしてます。下ろしてんの、一応。プレート、スタンバイ、レディー。下ろしてるように見えないけどね。そう、うん、下ろしてますよ。プレートスタンバイレディ。いや、すごいチラチラしてるだろうなと思って。これチラチラしてますね。本当に下ろしてるのかな。これ誰が打ってるんだろうね。これは、寺田さんの娘さんの時なんですね。なるほど。スタンバイレディ。いいね。プレートスタンバイレディ。もう当たっちゃいそうだね、全部ね。プレートスタンバイレディ。プレートスタンバイレディ。当たってる。全部当たってる。ああ、もう一つね。うん、最後、次。プレート、スタンバイ、レディ。スタンバイ、レディ。
満車しました。さすがですね。本当だ。下段も小さい的にしてるそうです。そうですね、ちょっと難易度上げないと。なるほど、練習にならないんで。もっと中段、じゃあ中段と上段をもっと小さくする予定はないんですか？まあそれも考えてるんですけど、極端に外しちゃうじゃないですか。そうすると当然ですけど、例えば半分とかにしたら、絶対外すと思うんですよ。なるほど。で外すと自信を失ってしまう部分もあるんで。なるほどね。ほどほどにしとかないと。トラウマね、トラウマ。トラウマになっちゃうんですよ。怖いですよね、プレートは。で上段だけがやっぱ壊れてるんですね。ああなるほど。買った時のまんまなんですよ。買った時のまんまだけども、上段だけが壊れてるってことは、この辺が自分が難しいっていうか、苦手なんだろうなと。そうね。最後打っていくとなんか当たんなくなるんだよね、だんだんね。で5年間使ってて、確かにそうだね、これすごいね。これだけ綺麗だってことは、そんなに外さない感じもあるんですけど、上段だけはね、ちょっと外しちゃってるんですよね。いいですね。という感じですね。はい。